今日さ、ね、こう会社に言われてて、基本電車移動しちゃダメなんですよ。まあいろいろ理由はあれど、こういうご時世っていうのが一番でかいんですけど、基本はタクシーを使ってくださいみたいな感じなんですけど、それで、まあ基本、いつも2、30分余裕を持って出るんですよ、家をね。で、今日ね、今日もそうだったの。20分くらい余裕を持ってお家を出たわけ。でも、なんと、もう世界最大の大渋滞に襲われ、世界最大のね、過去一の大渋滞。そして運転手さんも道を間違え、すいません、間違えましたとか言って、んで、遅れました。はい。泣いた。マジで死にたかった、今日一番。ってなりながら、でも、なんと、仕事終わるのは巻きました。すごくない？遅れたのに、むしろ巻いて終わるっていう。さすがのまつりちゃん。できる女やで。さすまつー。つまり仕事してないの。いや、仕事した！めっちゃした！巻いてこの時間なの？あ、そうなんです。はい。そうですね。時間関係ないから。で、帰ってきて、予約枠取った。頑張ってるね。ありがとう。最近さ、ドンペンくん流行ってんじゃん、ドンキの。知ってる？ドンペンくん知ってる？ドン・キホーテのペンギン。そう、流行ってるんですよ。もう特に新宿とか池袋とか行くと、あの T シャツ着てる男女がめちゃめちゃ多いんですけど、なんで流行ってるの？知らないんだよね。あのペンギン流行ってんのよ、でも。で、あの T シャツも流行ってんのよ。かわいいんだって。で、いや、まつりも欲しいなって思ってたんだけど、で、もうそれ着てて、スタッフさんが、かわいい、ドンペンくんじゃないですかって言って。で、まあ、結構メイク系男子のスタッフさんなんですけど、いつも頑張ってて偉い素材ありがとう。ありがとう。まつりちゃんの自己肯定感がすごい上がる。そう。でね、なんかネイル変えたいんですよ、とかいう話でね、盛り上がっててね。マジね、できる人。ヘアアイロンとかね、持ってきてくれるの。髪乱れた時に直してくださいとか言って。いい人でしょ？ そうそう。ヘアアイロン持ち歩いてくれてる。そう。いい人、そうそうそう。結構いろいろね、相談をしてくれる。相談に乗ってくれる。なんて言うんだろう、その精神面とかじゃなくて、例えばポーズ撮るときとかに、こういう表情した方が可愛いですかね、みたいな。あ、メイクさんみたいな。あ、なんかそういう感じに近いかも、仕事としては。こういう表情した方が可愛いですかね。あ、そうですね。こういうのどうですか、みたいな。ウィンクした方が可愛いですね、みたいな。そういうような。どうしてくれる人、メイクさんみたいな方、アドバイザー、そう、そういうアドバイザー、
そうだからそのなんだろうメイクとかする男の人なんだけど、ビビアンのネックレスしてていいな、かわいいなって思ったの。うん、ビジュアルスタッフ、そうビジュアルスタッフさん、シャネルの香水してビビアンのネックレスしてドンペン君の T シャツ着てる。おしゃん、そうなんだよ。もう一歩間違えたらメンチカンみたいな、メンズチカアイドルみたいな雰囲気がある。まあ、でも確かにそういうなんだろう、いわゆるおしゃれとかがすごい好きなスタッフさんがいたら、そのなんだろう、まつりちゃんとか他のフォロメンとかも含めだけど、どうやったら可愛く見えるみたいな相談をする人だから、すごいありがたくあるよね。うん。うん。そうそうそう。そう、それ担当の人がいます。女子力高い。いや、マジで女の子と喋ってるみたい。でも名前はね、今日初めて知ったんですけどね。逆に電車乗る機会ってあるの？いや、今はないですね。今はもう、移動とかはもう、会社からタクシー使えって言われるから。怖いですからね。